動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。2009年3月20日、悲願の西九条、大阪難波間が開通して、近鉄と阪神の相互直通運転が、スタート。大手私鉄同士が久々に、直接、相互直通運転を行うようになりました。開通以来、数多くの利便性を提供したことで、極めて好調。2020年春には阪神本線でも、近鉄側に合わせて、休日に8両で運転するようになりました。他にも改善点は複数あり、数多くの可能性を秘めているのが、阪神難波線なのです。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。球場の苦情と呼ばれる住民の反対運動で一度は負けていたものの、2009年にようやくここも開通したわけか。もっとも私はここまでしか来られないが、西九条と難波をただ単純に繋いで近鉄と相互乗り入れするだけじゃないのがこの路線の特徴。40年の歳月を乗り越えて実現したこの直通運転は冗談抜きでただものじゃないよ。京阪中野島線との明暗は愚か、 JR 東西線の直通快速とか千日前線にも響いてやがる。そりゃあ阪神が社運をかけて工事をやったり、各社からしたら死活問題やわ。京阪中野島線に見せつけておくといいよ。鉄道路線の建設はこれでこそ収益が得られることを。梅田に続く新たなドル箱路線ゲットだぜー。しかし近鉄特急が定期で乗り入れるしは見られるのだろうか。こっちはジェットカーと急行と特急がそれぞれ10分おきで走ってるから、走れる余地があるかどうかだね。なんでここまでこっちの難波線がドル箱路線のポテンシャルが光ってるかは幾度とあるよ。阪神沿線からは難波沿線前の西大阪線時代から USJ に向かうことや大和道快速に乗り換えることはできたけど、開通して近鉄との相互乗り入れが始まってからはより強化されてった。こっちから USJ と言ったら鶴橋で環状線に乗り換え、西九条経由で桜島線ユニバーサルシティへ至るルートだったけど、近鉄、阪神、JR の3市や経由と運賃がかかるものの、乗り換えなしで西九条まで直通できるようになった。大和路快速に乗り換えて、天王寺や旧宝寺、王寺、イカルガ、法隆寺、大和郡山方面、阪和線は南紀方面に、向かう場合に、西九条を経由しやすくなったことから、開通前よりも西九条からの、乗り換えがしやすくなったなぁ。特に快速急行からの、相互乗り換えは阪神の地上線でからも恩恵がでかかったはずだけど、これはまだまだ序章にしかならないよ。何せ近鉄と阪神がつながったっていうことはかなり広い範囲を行けるってことだから。
しかも直通でなくとも天と鶴は対面乗り換えができるように工夫されてる徹底ぶりだから、近鉄と阪神の直通運転区間以外との相互利用にも不便がないようになってるよ。こっちの難波線内で言うと、こっち側も近鉄側も京セラドーム大阪に向かいやすくなったほか、大多数の路線から京セラドーム大阪の最寄り駅として使用されてた JR の大正駅の混雑緩和も期待されてたりするんだ。その結果、南大阪線系統しか近鉄沿線で大正から京セラドームに向かうことが見られなくなったよ。北急こと北大阪急行と京阪奈からだと、普通に鶴見緑地線を使いでしょうから、近鉄沿線にとっては南大阪線しか大正に馴染みがなくなったんじゃないでしょうかね。2011年からは加えて快速も常時止まってくれるようになったから、近鉄沿線の大多数のシフトもあって323系は俺たちより幾分負担が減ったはずさ。阪神本線の沿線からも快速急行で直通か尼崎で乗り換えるかで行きやすくなったよ。あと、尼崎での対面乗り換えが便利になったことで、阪神本線だけでも連絡する列車の乗り換え自体がものすごく楽になったし、今となってはジェットカーがホームをつなぐ橋とか通路みたいな扱いを受けてる節があるんだ。阪神電車らしい光景だな。他社の乗り換えが見習うことはできなくても、できる限り乗り換えの手間を省いてもらいたいよな。古橋での近鉄との乗り換えのように、こっちから甲子園球場、三宮、神戸方面にも簡単に行けるようになったし、こっちから花園ラグビー場、石切神社、奈良公園といった乗り入れ先の沿線の各施設や関連するエリアへのアクセスもより便利になった。あとは南海や仙北とも難波で乗り換えができるようになった点はものすごくでかいな。阪神と南海との相互接続中たら、関空や和歌山、南紀方面、高野山、仙北沿線と、甲子園、三宮、神戸方面との相互アクセスも、一気に改善されとるやん。やっぱ、市内同士の接続は、私鉄同士で接続するのが一番だね。これで言えることは、相互直通運転区間だけじゃなく、他の路線や他社線との、接続もより便利にすることで、多くのバトラーや物の流れを強化できること、京阪中野島線などでは見られない光景ね。こっちなんかはただの延伸にしかないから、利便性がある意味でたびたびされてる節があるんだろうな。阪神南波線と京阪中野島線の決定的な対象は他路線との利便性の違いね。だけど阪神南波線にはさらなる改善の余地も多くあり、ポテンシャルはものすごく多くあるよ。こっちの南波線はどれくらい飛躍するのかな。ところで、これはなんだ？なんで違う車両が組み合わさってんだ？こちら側からは稼働車が近鉄に乗り入れることと、3両ずつにユニットが分割できるってことさ。たまにこういうこともあるんだ。こっちからは6個手の車両が集まってるけど、そのうち1本は後から乗り入れるようになったんだ。その1本はこの車両のこと。その編成が乗り入れるようになった時に、さらに本数が増加してったけど、それ以上に階級がやたらと増加していってるし、おいおい、さらに俺らを引き離すつもりかよ。勘弁してくれ。仮にも千日前線を返り討ちにして、市街と市内の交通がより重要なことを証明した路線を抱える直通運転だし、徹底的に阪神側に改善してもらって、千日前線を廃線に追い込むなり、邪魔なライバルの列車たちを抹消したり、完全勝利を目指しましょう。こっちもこれでようやく JR は神戸線にも勝てるようになるんだ。邪魔な地下鉄は赤字垂れ流しで、ピーピー言ってるわけだけど、まだまだ直通運転としての逆襲は終わらないよ。近鉄沿線からしたら、地元路線の方が本数が断然多いわけだし、そもそも近鉄沿線からしたら大阪市内は難波で十分だろ。
川沢京阪奈でも行けるし、 JR の野田千日前線でいう多摩川なんか酔わないし、てか昔の大阪市って郊外なんかクソくらえなんて思ってたんじゃない。だから千日前線が負けるんだよ。何は筋線もウトロの運用じゃないし。その件だけど、気球のプロデューサーは大阪の地下路線についてこう解釈してるぜ。大阪での地下鉄は大阪市営地下鉄を指す。民営化した後でも大阪メトロを指すとして定義してるぜ。こっちでいう西大阪高速鉄道のように、私鉄や JR の地下路線は基本的に高速鉄道が建設したりしていて、この高速鉄道が建設した地下路線も地下鉄と呼ばれるのが大阪メトロ、旧大阪市営地下鉄との混同の原因かな。これ、家で例えたら、実際に家を建てる大工って言った感じ。実際に建設したのは西九条から難波の間でそこだけ加算運賃を持って、建設費用を回収中。ただじゃないから、利用分を支払うのは当然と、言っちゃ、当然だよな。だけど、それすら改善の余地として、捉える阪神難波線ってどういう存在だよ。そうそう、JR との競合はこっちの難波線でも普通に起きてるから、覚悟しておいて。令和付近で207系や32系、かつては323系が見られるけど、気がついたら尼崎方面から尻尾を巻いて逃げてったらしいよ。それもそのはずさ。なら、尼崎となると、JR が940円、近鉄と阪神が加算運賃が、含まれて900円。加算運賃が含まれてまだ40円安いのかよ。逆に言うと、それくらい JR が高いってことだな。なんか、どこかの D 快速が低速、低頻度、高運賃の鉄道マイナス3要素が、揃ってるって言ってたな。それどころか、前にも月給でも指摘されたはず。開通から10年が経った2018年の、時点で、もう加算運賃は半数以上が、回収されてるから、いつ回収が完了して、加算運賃が撤廃されるかも、時間の問題、特に、ピエノッテショーが終わった後。そういえば、ピエノッテショーが収束したら、リバウンドでピエノッテショーの、前以上に混雑しちまいそうだな。ちなみに、大和寺快速利用だと天王寺と、大阪駅を、D 快速は京橋と北新地を、経由するぜ。それこっちだと鶴橋から難波と西九条ってより多くの主要駅を通るから。ところで、その D 快速って神戸線の鈍行と同じ車両が使われてるらしいじゃん。一体どこの快速なんだろうね。存在すら言わせてもらえてないけど、こっちもこっちでかなり悲惨だぞ。並行する千日前線も赤字を垂れ流してるし、結果として東西のルートは JR の東西線と阪神難波線の勝利で収まったわけね。JR の東西線がどこを通ってるのかは謎だけど、阪神本線と並行してるってことだけは知ってるよ。JR 東西線だけど、それぞれ新福島とエリエって、名前が紛らわしいけど、阪神の野田まで並行してるぜ。ちなみに、D 快速はそこを通ってたそうだ。2019年から新大阪に移動したようだけど、絶対梅北を含めた何は筋線を意識してるだろう。休日の近鉄奈良線は急行と階級が8両だったけど、2020年3月までは階級が6両に短縮させられたのが問題だった。それも2020年3月に休日ダイヤで晴れて8連に戻り、それでいて階級がよりパッパと動けるようになったよ。でもまだ鶴橋から西には対比設備がないのが現状だし、こっちもこっちで階級は一切関係接続がないしで、そこを改善したら大きな進化を遂げそうな気がする。あと、いつになったら近鉄特急が定期運用で乗り入れられるわけ？新淀川橋梁が近鉄特急の重さに耐えられないから、今はやめておいた方がいいよ。落っこちたら大変なことになるから。島風なんかが通ったら崩れ落ちるぞ。悪いことは言わんからやめておけ。付け替えても近鉄特急の乗り入れはなさそう。何せ、天下の近鉄特急が新快速より鈍速なんて。阪神なら近鉄特急の停車駅をうまいこと絞るんだろうが、カーブがな。新しい新淀川橋梁は、水面から3メートルほどさらに、高くなるから、
前後の区間の高架化は確実で、その工事が終わるのが何は筋線の開通とほぼ同時期。何は筋線、中之島で中之島線と接続するけど、乗り換えの利便性も考えると阪急に利用客を持ってかれるはずなんだよな。南海難波駅は道頓堀や千日前から距離があるけど、何は筋線の南海側は近くにできる予定だから、多少地下が深くてもより便利になる予感。橋の付け替えが終わった時には双方で新たな車両も出てるはずだから、ピエモッティ省の収束後のリバウンド効果もあって一層賑やかになるはず。何は筋線の南海側が近くてよかったよ。もし遠くに位置してたら梅田一極になってる未来しかなかった。難波はより一層賑やかな街になるけど、それまでに垢抜けないボロい建物を一掃しないとね。阪急が乗り入れる中で垢抜けないって、それだと十増の2番線じゃん。そうそう、さっきの B 快速だけど、最初から大阪東線の直通快速なのは知ってたよ。全然相手になってなかったけど。何はともあれ、日本鉄道賞も受賞するなど、まさにときめきつなぐドラマティックロードとなったけど、まだまだ発展するよ。線路は続くよどこまでも。線路は続くよどこまでもとはまさにこのことで、近鉄と阪神の相互直通運転により、西は姫路、網走、東は伊勢志摩、名古屋方面にかけて線路がつながったことになります。それ以上に単に鉄道空白地帯を解消するだけではなく、既存のエリア同士のアクセスの利便性を大幅に引き上げたことが阪神難波線の好調ぶりの決定的な要素なのです。このように関西の鉄道、特に西側に大きな影響を及ぼした阪神難波線、今後は加算運賃の改修や近鉄特急の乗り入れ構造など残る課題にスポットが集まる見込みです。利便性の向上か。中之島線は四ツ橋線しか接続路線がないしな。結局のところ、京阪なと接続できるかどうかも重要になってくるよ。ニュートラムも含めて、すべての路線と接続できるし。確かに京阪なと接続する路線の中で、6両以上の路線は黒字路線だよな。近鉄特急が走るようになった時には、こっちも近鉄側もまた新しい車両が出てきそうだ。